皆さんこんばんは。こんばんは。お久しぶり。お久しぶりです。お久しぶりぶりぶりーふ。つまらん。ぶり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 。つまらん。ぶり。うるさい。ぶり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 。シャオラン。ぶり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 ーふ。ちょっと。呪いが極まるらしい。シャオラン。呪いが極まるらしい。そうだ。2倍賞使おう。はーい。使った。どこに使っとる？私マールで花に SP 供給。お願いします。しとく。供給しとく。お願いします。私戦わない。供給し終わったらもういいよ。まず一番上からか。一番上なんだった？知らん。取るよ。はい、供給した。ひざみさえ出せばこっちの。これただショートカットできなくなっただけっていう。そうそうそう。ビームで開けれなくなる。そう。あ、ビリ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 がいる。ビリビリが。ビリビリがいる。癒しちゃう。ビリビリがいる。稲妻。あ、いた。石にぶつかった。イエーイ。だってサブミッションもう終わっちゃったから全滅とかしなくていいよ。そうだけどね。うん。敵がいると倒したくなる勝負。めんどくさいね。うん。何かと。一応宝箱開ける。うん、ついでだからね。大したもん入ってないけど、うん、ろくなもん入ってない。ほら稲妻出てきたよ。あ、ほんまや。打ち込み回せば大丈夫。あれ、こんなとこに。あれ、うん、落っこちゃった。おーい、落っこちてしまいやした。サーセン。どこ、これ。ここ途中。途中って、なんだ途中って。何笑ってるの。途中って何笑ってるの。自分で言っていけど、途中ってなんやねん。すごいよな、全く伝わらない。途中って。お前ひょっとしたら私より語彙力やばいかもしんないな。途中ってどこって言われてもさ。ああ、スキル出しちゃいけないやつだこいつ。出してしもたわ。出したとは。私もガンガン出してるわ。ひがみが倒しとる。うわー、走れー。早いな、おっさん。私、おっさんじゃない。おっさん、早いな。私、おっさんじゃない。いつもおっさんや言うとおくせ。心はまだ若い。こういうとき。うわぁ、なんか知らんけど、カクカクや。どうしよう。いやー、燃やされる。あー、危ないよ。ワオになったよ。ワオになった。大丈夫、死ぬんだ。ていうか、なんでここボスキリンなの。打体勢だから。そうでしょ。なんで、なんで、なんでそのゆっくり歩いてるの。
最近の花のトレンド。理由を述べよ。理由はない。だって私も時々ゆっくり歩いてるけど。なんで歩いてるの。いや別に理由はない。どこだどこだ、今一番上行ったから、うん、次真ん中、はい、97172、はい、もうずっとこのメンバーでいいや、めんどくさいもん帰るのえいね、うん、なんでか分かんないけど今回ノーカット方式、まあ、別にいつもと変わんないな。ほぼほぼ本当ノーカットやね。あー、八重座やー、痛い痛い痛い、暗闇暗闇、うわ、うん、マールちゃん直してあげたつもりは暗闇になって、とりあえずヒットポイントを回復しないと、え、ウェイ、うん、どこどこどこ、うん、なんだこれ、なんでここ押されてるの、あ、あんなに一気にモリッと減ると思わなかった、いきなりバリア状態になりやがったあいつ。暗闇になったり忙しいな、忙しい忙しい忙しい、お主に手を覚えておるな、を覚えてるよ、最初にね呪いの拳実装された時、うん、一生懸命、ね、中川ショコラ単品でやってたからね、あすごいね、この頃何でやってたんだろう、何でやってたの、もう覚えてないな、誰がいたんだろうね、あの頃、かすみ、かすみ初回開催時いなかったよ、いなかった、払いたない、確かにいなかったと思う、あ、そう、うん、いけ。確かね、あのね、うんうん、暦とかフィオーラとかね、あ、あ、暦ね、リーゼロッテとかね、暦痛いって、あ、リーゼロッテね、その辺が活躍してたかな、熊投げるやつ、そう、クマロン、クマロン、クマロンのバカっていうやつ、うん、そう、クマロンのバカ、そうやそうや、いたいた、この辺か、あれが実装されるまでフィオーラ全然相手にされてなかったのに、無糖化でその時、うん、数少ないあのビーム打てるキャラだったから、ショートカットのために重宝されてたな、確か。そっかそっか。うん。二人だよ。ランデブーしてる。ちょっとフラン使ってみようか。フラン。ああ、クリスマス。うん。
不遇なフラン。これどんどん来るの？わかんない。もうこれが来たってことは全シリーズ他のやつもなるんじゃない？極まるんじゃない？マジか。極まって全部 200% になるんじゃない？なるかね。うん。8、2、5、5、3。はい。何がごめんだよ。フランってなんだっけ。というか取ろうかって言い出したら鼻がどんどん詰まってきてさ。肌が詰まってます。嘘、肌が詰まってきたの。やばい。ドラゴンの息。ブレス。うん、そう。足が出た。ついでに HP も。うわー。ヤホー。パオ。でもよくよく考えたら、このカースドラゴンとか、この呪い。実装されてね、初めて出てきた時あいつのブレス、うん、耐えれるやつほとんどいなかったけどさ、なかったよ。今なんてことない、うん、ねえ。危ない。落ち武者が落ち武者すげえ、なんか出会い頭楽しそうにはしゃぎながらジャンプして切りかかってくるからな。そう、楽しいんだと思う。楽しいんだろうな、うん、集団でわーいって、うん、集団で跳ねたら楽しいなきっと、うん、もうあれ地味にスタンするから強いよな。うん。あ、わーとかって言ったからこいつ生きてる。生きてたわよ。落ち武者もついてきてる。みんなついてきてる。みんな一気についてきてる。たまにはこっち行こうか。いいよ。敵倒す。わかるよ。イエーイ。危ない。これ誰？うわ。危ない。危ない。ああ、よく。ああ。よし、私は相手にトラップの氷を取り除く。よし、取り除いた。相手。コタコタ大丈夫、イヤスイヤス、はい、癒えてるでしょう。癒えてる。めっちゃ遅くて一緒のやつ叩くか。はい。危ないよ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 、お前だよ。相手殴られた殴られた。危ないよ危ないよ。マールちゃんタゲなの。うん、マールちゃんタゲよ。いやー、刹那の強さがよくわかる。あいた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 、あのなんか氷踏んだ。
俺もいないか。よし、こっち開けようぜ。いいよ。開いた。いくよ。イエーイ。フラン。フラン。イエーイ。イエーイ。ちょっと待ってね。うん。はい。一本取るよ。一本取ってあげる。準備をしてから。うん、よし。うわあいう声、うわうわあいう声、オーガだ。強いでしょ、バイト。オーガがね、あの硬い、とにかく硬い。うんうんうん、とにかく死ににくい。ビフィーンってなんか。はい。おお。すごいった。やばい、走ってくる。なんかはビルドオファーで活躍してる。ちょっと静かに落ち着いて、あなた。こいつ落ち着きないからな、走り回ったり。落ち着いて。すごい声出してるよ。って言ってるよ。フランでしょ。うん。ああ。大丈夫でござるか。ああ、強いな。やだ。え？だってこんなとこから出れないの。ガンタッチ、ここに挟まれてんで、ここに、うん、ここあれ最後シャルだった。うん、シャルだった。よし、下までやった。よし、終わった。ええ、終わった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 。結局そういえば、あのパールハーバーやらなかったね。パールハーバー、ハーブハーブガーバーみたいな名前のやつ、あれ終わったの。あれも、うん、多分終わっちゃった。うん、あら、石版作ってないんじゃないかな。うーや、覚えてない。パールハーバーやらなかったね。やらなかったね。うん、ちょっとだけしかやんなかったね。うん、かわいい、しずちゃん。しずちゃん、くるくるしてる、くるくる。何言い出すのかと思った。いや、だって、なんか私、ルカがバランスボールでボヨンボヨンやってるのが気になってたな。あー、シャル遊んでばっかりいるでしょ。バランスボールってやってたね。やってた。腕立てとか腹筋とかしてる、うん、やってたね。うん、しずちゃんかわいい。この帽子欲しい。かわいいやろ。なんかあのお金、改築用のお金を手に入れないと。あ、バイトしなきゃ。うん、キャバクラでバイトするわ。キャバクラあるの？うん？キャバクラある。あるよ。そうなの？出かけるとか押したら出てくるの？違う、ホール。ホール。キャバクラでしょこれは。だってフルーツ盛り合わせとかさ。
ャバクラかなと思って、うん、シャルはきっとキャバクラでバイトするんだなと思って。そう、じゃあ病院とかの方がいいんじゃない。病院、うん、ホスピタル。握り飯運ばなか、うん、そう、握り飯運んだらーいって言ってる。バーガーショップもね、うん、ちょっとね怖かったよ。なんで？やっぱハンバーガーとかさ一生懸命運んでるのに、うん、あの犬いるじゃん、犬。ああ、ビリビリ、うん、ビリビリワンちゃん、スキルカウンターの、うん、あいつがさ、あれはね、私はビーム出せるやつで、なんていうの、あのカウンターのところに行って、ああああ、そうそう、あの壁挟んでビームで、あの、うん、ぶっ飛ばしてから安全に運搬する、うん、私最初やった時、うん、ハンバーガーとかクリームソーダとか、うん、めっちゃ踏みつけにされたから、うん、ステルスで行った。ねえ花、ん、結構な時間になってきたぞ。え、終わりましょう。終わりましょう、終わりましょう。他にいろいろやることがあるんですよ。やることある、私たちには。私たちのいろいろ、あの、いかがわしいこととかね。違う、白猫です。白猫です。いかがわしいことはしません、白猫です。しませんか。はい、白猫をするのです。早く、わかりました。アルバイトします。わかりました。はい。それじゃあ、今回は終わりましょう。これで、はい。久しぶりだったね。そうだね、うん、またやりましょう、うん、うん、やりましょう。はい、それじゃあね、バイバイ、さよなら。